日本はですね、大平正芳が、はい、満州で若手官僚として活躍する頃は藩を国策としてですね、取り扱って、藩へから上がる収益を、まあ、戦争の費用に充てようとしてたんですね。したがってここでの表題は日中亜鉛戦争にいたしました。はい、では入ります。大蔵省から星野鈴木東条の選択基準にかなった大平正芳を課長とする公安委員務協連絡部経済部第一課のエリートグループの仕事は、務協の目玉商品である亜鉛とそれにつながる一連のものであった。世界の金製品を扱う仕事であった。セクションとしては大きく亜鉛先輩部門、金融部門のこの2つに分かれていた。前者は文字通り亜鉛そのもの、後者はそれに関連する財政、物価、銀行、保険を含めた業務であった。毛郷銀行もこの経済第一課の指揮下にいられた。大平正芳らにまず与えられた任務は、毛郷連合委員会最高顧問金井庄司ら満州グループがもともとし、星野東条らが初期に予定していた成果を上げなかった原因と理由を洗い出し、これを改め、いかに初期の目的、目標通り持っていくか、さらにいかに発展させるかにあった。うん、なるほど。ある程度ね、藍の生産高も上がっとったんだ。そうですね。しかし、それに満足できなかった東条や星野直樹が、もっとですね、成績を上げらせようという、成績を上げらせようということで、おいらたちを呼んで、発破をかけたわけですよね。毛郷の認知に向かって、東京から出発するに際して、エリート一同、公安院政務部長、鈴木定一少将の前に呼ばれ、こう焦り急いではいけない。じっくり眺め、その度は極端に言えば、何もしなくてもいい、将来のためのレールを敷くだけでもいいと言われたが、着任すると大平正芳氏は張り切って、ほとんど席にいることもなく各地を走り回って視察にすぐ視察をした。つまり戦争を挙げてなるべく早く本省に戻って出世したいということですよね。張り切って仕事をしたんです。この視察調査の結果、大平正芳課長が出した結論というのは、亜鉛謀略家はいるが亜鉛政策家と呼ぶに足る人物が毛郷には一人もいない。問題の第一は亜鉛謀略家を切り捨て、この亜鉛政策家を連れてくることだった。ではどこにそんな人物がいるか。日本国内にいるはずがない。いるとすれば亜鉛を国家政策のレールに乗せて処理し、莫大な利益を上げ、国の財政を潤している満州国にしかない。しかしよく満州国の実情を視察してみると、政策としてそれをこなし得る人物となると満州にもいないことが判明した。いるのは優れた亜鉛行政官僚だけだ。もっとも亜鉛行政に長けた官僚すらいないのが毛郷の実情だった。そこで大平正芳は、政策のレールは自分で策定することにし、そして優れた亜鉛行政官僚だけを招致することにした。なるほど。大平正芳は、はい、満州国から優れた亜鉛行政官僚を連れてこようとしたんですね。しかし、東京から来て、まだ着任、わずかの大平正芳には、人材のね、情報がありませんからね。そこで、都庁とか、星野に頼んでね、人物を推薦してもらうことにしたんですね。そこに入ります。もっとも、東京から当時に赴任して日の浅い、大平正芳は、当時の人的資源の情報に疎かった。そこで、大平は、まあ、大平経済第一課長は、人選について、
大蔵省の先輩の星野直樹に頼んだ。うざく星野に選ばれた佐々木久樹というビーガンのスペシャリストが満州国から来ることになった。彼は満州国における亜鉛行政の原型を作りをほとんど一人でやったと言われた人物であった。それなら大平正義経済第一課長が敷いた政策のレールはどのようなものであったのか。亜鉛は世界の金製品であるから、日本政府の公式出先機関、総理大臣の直轄機関である公安院、農協連絡部が亜鉛の密売をしていると知れたら大事になる。そこで、表向きは生産も売買も許さないとしつつ、裏面で積極的に生産も売買も奨励するという表裏二重構造で行くことでした。表裏中構造にで行くというふうに大平は考えたんですね。まず残高亜鉛管理令を各自治政府に作らせ、それにより政策部を確立する。政策部、政策部には調査とか取り締まりという意味があるが、ここで亜鉛の生産と販売を世界の金製品の何より厳しく取り締まる。その一方で、調査の何より亜鉛喫煙常習者を調べ、登録させる。登録させた常習者には、肥大に量を減らさせ、肥大にやめさせるため、若干の亜鉛を政府が与える。いきなり中止させると、猛烈な禁断症状で苦しむからだ。そして、この常習者の構成のため、わずかな量を厳しい監視取り締まりの中、若干生産させる。ただものには作らせない。吸わせない。現金とする。そして、生産の元締めとして、生産総書なるものを作り、各地に生産所を置いた。そして、表構造として、農協、土薬、古墳、有限会社、講習法という法律を作った。古墳講師とは、亜鉛のことなんだ。古墳講師というのは亜鉛のこと。講師というのは会社のことですが、この亜鉛を生産、収賄する会社、この会社に、農協銀行から融資をさせ、農協銀行を通じて、これらの会社に睨みを利かせるという、生産、睨みを利かせ、生産収賄に励ませることにした。はい、つまり、生産収賄をですね、天皇の直轄機関である、農協連絡部はやらないわけですね。別会社を作って、そこにやらせるわけ。そして、その別会社に、農協銀行から融資するわけですよね。うん、そして、農協銀行を、大平正義氏は管理監督する権限があるから、その権限を使って、農協銀行を通じて、亜鉛を生産収賄する会社の資料を叩かせるわけですね。はいはい、そうして先生が上げる。そして、現実に生産が上がるわけですね。うん、その話はまた次回申し上げます。ありがとうございました。